スイートハートジュエリーさんもよく行ってるフレッシュマンさん、僕のためにこれ作られたんじゃないか説です。この当時に14万とかかっこよすぎでしょう。超かっこいい。はい、熊本市内に到着しました。今日はちょっと古着屋さん何店舗か行きたいなと思うんですけど、まあちょっと家族でちょっと来てるんで若干あんまりいろいろ行けないなっていう感じはあるんですけど、ちょっとまあお目当ての店にいろいろと行きたいなと思います。いや楽しみだな。熊本も福岡から割と近いんで、ちょこちょこはまあ家族でね旅行気分で来たりするんで、ちょっと楽しんでいきたいと思います。家族で熊本に来てるんですけど、ちょっと嫁たちは興味がないので一人でこの YouTube を撮ってます。でまず1個目はスイートハートジュエリーさんもよく行ってるフレッシュマンさんが来てます。フレッシュマンさんはすごくヴィンテージのアイテムとかすごく多いお店で、めちゃくちゃいろんなものがあるのですごく楽しみにしてます。フレッシュマンさん初なんですごく楽しみに見ています。ちょっと違うわけですね。縦長になってます。あ確かになんかこっちザクッと着れる感じがあって四角いんですけど、正方シルクのシャツで、50年代ぐらいの多分なんかデパートのやつですね。あへえ。タグにニューヨークパリとか書いてあって、多分高級デパートのなんか別注みたいな。めっちゃかっこいいですね。はい、今フレッシュマンさん行ってきました。なんかちょっと大量にいろいろと買っちゃいました。まあ60年代のベーカーパンツと、あと、革靴と、60年代のユーティリティシャツを購入しました。そのユーティリティシャツもすごく値段がお手頃で、あまり見ない方だったので、ちょっとこれ後ほど紹介させていただきたいと思います。ちょっといろいろ回りたいんですけど、家族との予定もあるのでさささっと進まして、本当オーナーさんがね非常に優しくていろいろ教えてくれて、なんか本当親切丁寧なオーナーさんで、またちょっとぜひ遊びに行きたいと思います。それでは。よいしょ。はい、帰ってきました。ですね、熊本行ってきました。やっぱね熊本はねヴィンテージのねショップがね熱い。やっぱね昔からねこう熊本といえば、ね、古着の街というイメージだったですけど、やっぱ熊本は熊本でめちゃめちゃいいです。でフレッシュマンさんにまあ行ってきたんですけど、よくスイートハートジュエリーの動画なんかでよく見てましたけど、すっごいねめちゃめちゃいい人なんですよ。ほんといろいろもうめちゃめちゃ教えてくれるし、で撮影もどうぞみたいな感じで言ってくれて、いろいろと本当にしていただいて、もうしかもねスタイリングもうめちゃくちゃかっこいいんですよ。
ね、僕もこのねバンダナこのスカーフとかをねこの辺にちょっと巻いてねちょっとねおしゃれ度をね上げていきたいなと思っております。はい、でこのフレッシュマンさんで購入した購入品なんですけど、まず第1点こちらです。ででん、OG107 のこれはおそらく多分セカンドのモデルですね。あのこれファーストはあのこのボタンがあのちょっとこうなんて言うんだろう、ちょっと開いてこの辺についてるんですよ。でこのファーストモデルだったらここがちょっと開閉できるようにこの辺についてるんですよね。そこでちょっと見分けがつくと。でここの袖の部分にもまあフォースとかだったらこうちょっとねボタンがついてたりするんですけど、まあ、そういった違いがあります。これはまあおそらく多分セカンドのモデル。あとここがあのポケットがちょっと若干違ったりとか、あのこうベースこれなんかベース型じゃないですか。でもそれがカクンカクンってなってたりとか、そういうちょっと違いがあります。でこれはまあセカンドモデルで、まだまだね値段もそんなにまあお手軽な金額で買える。でこのねワッペンがねめっちゃかっこいいなと思って、もうこれはねもうすごいビビビッときました。もうこれから間違いなく値段が上がりそうなやつだなっていう。でしかもねサイジがね抜群にね、スーパーサイジでした。マジでスーパーサイジです。本当コーズのアウトさん風に言うとガチで、ちょっと着てみましょうか。もう座ってるんでね、座るスタイルに変えました。もう腰がねあのジジイなんで、ね、腰がよく痛くなるので、もうこれは本当ねマジで超いい感じ、超いい感じ、超いい感じ。モーニング娘的な。どうすか98年の宇多田ヒカル、98年の宇多田ヒカルオートマティック風みたいなね。めちゃめちゃちょっとかっこいいんじゃないですか。これもうこれ見て超かっこよくないですか。もうねほんとね、このねヴィンテージ古着沼にねハマらせたねめぐみさん恨みますよ。本当にいい意味でね、本当にもうね四六時中ヴィンテージ古着のことを考えてね、早くめぐみさん会いてえなとかねこの年でねあんなになんかこうあの人に会いてえみたいなね、ことを思う人ってなかなかいないなっていう。本当あのねめぐみさんにもう毎日でも会いたいみたいなはい、そのぐらいもう毎日あの飲みに行ってね語り合いたいなぐらいの、はい、まあ、こういうアイテムをあのフレッシュマンさんで購入しました。はい、続いてはですねこちらです。ででん、通称ベイカーパンツですね。これもさっきの、ジャケットタイプの、まあ、パンツですね。 OG107 のベイカーパンツですね。まあ、ユーティリティパンツとかっていう風なことも言いますね。でなんかねフレッシュマンさんに置いてあるねサイジがね僕ほんとマジベストなんですよ。なんか大概ね結構ね古着屋さん行くと結構オーバーサイズ多いんですけど、あの僕身長が今167センチぐらいなんですけど、本当ねこの30のレングスが29とかあんまりちょっとなくて、でこれねこういう風にドローコードもついてまして、これも完全オリジナルだと教えていただきました。これがなければもうレングスブチって切ってるよねみたいな、まあそういうこともちょっと裏情報として教えていただきました。
やばいね、ベイカーパンツね、クソ履き心地いいんすよ、マジで。マジで、マジで、本当に。もうね、ミリタリーに履き心地が良すぎてね、本当、もう、クルーですよ、もう。本当に。マジで。これも4号カーキなんですけど、なんかね、めちゃくちゃ履き心地が良くて、マジで。超ヘビロテですね。ガチで。はい。で、なんかね、こう、シャツインをね、するのがね、あんまり、こう、そうだな、去年10月ぐらいかな。あんまりこう、シャツインっていうのがね、あんまり好きじゃなかったんですけど、もう最近シャツインにハマって、インにハマってますね、完全に。はい。もう、そういうね、感じで、まあ、2点購入しました。ベイカーパンツと。はい。で、これ、もうこれちょっとね、見た時にすごいビビビッときたんですけど、こちら、革靴ですね。これは、フローシャイムインペリアルっていうシューズらしくて、これ初だったんですけど、まあなんか歴代の大統領も履いてたりとか、なんかね、言ってたんですけど、ちょっと忘れしちゃったんですけど、この、なんかこう、あるじゃないですか。こういうのも、なんて言ってたかな、ちょっと、動画見返します。ちょっと忘れちゃった。なんかこれは、60年代か70年代みたいな。で、このね、シューレースもオリジナルということで、もうね、初期の方のダッチモンだな。これあのコーの PV かなんか見てください。はい。これちょっと後ほど詳細は調べときます。はい。でですね、続いてはですね。あの有名なトゥーフェイスさん行ってきました。トゥーフェイスのね、原田さんもね、もうめちゃくちゃいい方で、なんかすごいウェルカムスタンスなんですよね。すごいよく笑ってね、こう話していただいてますし、前回行った時のねこともね覚えてくださってて、もうめちゃくちゃ感激でしたね。で、あのね、もうトゥーフェイスさんね、やっぱね、あのさらば青春の光の森田さんとかね、あの兄貴とかね、兄貴とかね言ってるじゃないですか。でやっぱそういう動画とか見ててね、間違いないのにしか置いてないですよ。あのね、最近ね、あの若い子の YouTube でね、あの松尾龍斗くんっていうね、あのすごいね、アメカジがバチクソ似合うね男の子がいるんですけど、タトゥーブリブリの、はい、その子がね、ウエスターナ、リーのウエスターナを紹介してて、もうくっそかっけえやんと思って、トゥルーヴィンテージさんによく行ってるらしいんですけど、すっげえかっけえんすよ。はあ、でもその子のね、こう、コーディネートとかね、もう、バチクソを見ていきたいんで、ちょっとチェックしてるんですけど、でウエスターナめっちゃ欲しかったよっていうところで、こういうアイテムを見つけました。はい。こちらですね、ブブン、はい、シックスティーズのラングラーの 77MJZ ブルーベル、こういうね、60年代のこのタグ、はい、こういうタグです。で、ジップがスコビルジップですね。これ見えるかな、見える、スコビルジップです。はい。で、コットンのカツラギモデル 77MJZ ですね。フロントに4つのポケットと、バックにアクションプリッツ、これですね。これ動きやすさを出してるこのアクションプリッツ、はい、これですね。アクションプリッツだったり、こういうね、サイドはね、ウエストのこういうゴムになってまして、見えるかな、はい、アジャスター、まあ60年代後半になるとここがアジャスターになるので、まあ、ウエストゴムなのでね、これは60年代の前半の、77MJZ ですね。
リーバイスとかね、リーに比べると弾数が非常に少ないというアイテムです。もう超激レアで、サイジーもね、もうね、これはね、全部オール白みたいになっちゃうんですけど、サイジーがね、抜群でね、スーパーサイジ、もうスーパーサイジーなんですよ、ほんと。こういうちょっと感じで、はい。もう、僕のためにこれ作られたんじゃないか説。ね。もう、超バッチリ、抜群な、はい。で、これね、これあの、これ僕ね、こういうね、本を持ってるわけですよ。絶滅副大全っていう、こういった。これのね、絶滅する、これ、いつ出たやつだ ?1998 年ですよ。98年にもすでに絶滅副と任命されたやつに、こういう風に、こいつ乗っちゃってるんですよ。乗っちゃってる。はい。60年代前期にラングラーのコットンツイルモデルとして登場した 77MJZ、 同時にパンツの 77MWZ も発売。ジッパーフロントがポイントだ。この当時でね、14万とかえげつないですね。なんかその98年とかのだいぶ上がってたんだろうね。98年ですよ。僕中3とかですもんね。こういう本、もうぜひこれおすすめな本なので、皆さんも探してみてください。もうレアなものばっかり載ってるんでね、非常に勉強になります。こういった本からちょっと僕は知識を得たりしております。これはね、もう本当超絶激アバです。ででん。リーバイスの50年代のショートホーンのスウェードボアランチジャケットですね。もうね、パリッパリ。まあ、なんかね、こう柔らかいんですよね、でも。もう、ドゥーンです。ドゥーンですよ、もうほんと。見た瞬間。やっぱこの短丈にはまってるって言いましたけど、非常にね、これもう、かっこよすぎだろうと思って。やばくないですか？ブレックリー。興奮しちゃいますね。でね、このね、なんかね、トゥーフェイスさんのね、この匂いがめっちゃいいんですよ。めっちゃ好きなんですよ。ちょっと今度なんかのお香なんですかって聞こうと思うんですけど、マジでめっちゃいい匂い。はい。でこれはね、あのテンダーロインとかサドルスエードの元ネタになったって言われるジャケットですね。これはもうね、これはもう超激レアでしょ。でね、こっちはちょっと着てみますね。いやー、これはね、今の時期に買うか悩んだっすけど、もうね、着た瞬間ね、もうね、サイジーがね、超絶ね、ヤバサイジーだったんでね。もうですよ。もうかっこよすぎでしょ。超かっこいい。もう本当何も手を加えなくてもいいぐらいのサイズ感。はい。でね、なんとね、これもね、またこいつに乗ってるんすよ。絶滅服。絶滅服大全に。これです。リーバイス。ね。リーバイスのスウェード、これサードタイプとは書いてますけどね。ここのあれでは。サードタイプって書いてますけど、これ同じやつですよ。同じやつ。本に載ってるやつ。すごくない？すごくない？やば。それだけで興奮しますよね。リーバイスの557系スウェードジャケットは種類が豊富だ。
このモデルはブランケット仕立てのライニングを施したタイプ、60年代初期製だって。これ当時で10万円ぐらいって書いてますね。ビッグイーなんでね、やばーと思ってね。超かっこよくない？かっこいいよねっていうようなね、もう超レアな、激レアなね、もうアイテムをね、やっぱ熊本激アツですね。熊本おすすめ、マジで。九州いいぞ、うん、九州来てください。もうむしろちょっとこう連絡してください。一緒行きましょう。むしろ九州ディグリ旅しましょう、みんなで。本当めちゃくちゃおすすめなんでね、もう本当皆さんチャンネル登録と、僕のインスタグラムで、僕もね古着にそんなに詳しくないので、いろいろこう調べながらね、インスタグラムでこう知識向上ができるようなアカウントを作ってますね。ぜひフォローいただければと思います。はい。でその中でもう全然気軽にね、ダディと一緒にちょっと古着旅行こうぜみたいな感じ、全然誘っていただいても、その代わり撮りますよみたいなね。本当ね、めぐみさんと2人で行ってますけども、どん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 この輪が広がってね、最終的にはこう九州でね、大きな古着イベントとかね、もう買い付けに同行させてもらうとかね、なんかいろいろやりたいわけですよ。なのでぜひぜひ、そんなの見たくないですか？見たいでしょ。ぜひじゃあチャンネル登録よろしくね。はい。でコメントもぜひね、こういうお店がおすすめですよだったりとか、なんかもう自分の持ってるレアなアイテム、こういうの持ってますとかでも全然大丈夫なんで、なんかいろいろコメントいただけるとね、エンゲージメントガーン上がるんでね、よろしくお願いします。それでは皆さん、またの機会に。